みんな大好き、デイジーズストリッパーで。お金系なのかな人によってはキラキラ系ですか。そうですね。え、でもあの、俺好きな曲でアレットって曲があるんですけど。わかりますよ。あれ、バチコテじゃないですか。いびりましたよ、あれ。出だしシャウトですから。そうなると、どうかですけど、あれは、おされ。あ、でもギリそうなるんですかね。コテって感じじゃないな、確かに。見た目的にコテではないじゃないですか。おされよりじゃないかなと思うんですけど。うん、なんかなんだっけな、色彩ビビットみたいな曲がありませんでした。あ、色彩ビビットはもしかしたら人によってはキラキラ系。いや、俺アルダジアさんの口から色彩ビビットっていうワードを聞くと思わなかったんでホクホクしてます。あ、ありがとうございます。おしゃれか。おしゃれ系ですかね。じゃあマテンロオペラ。めっちゃ難しくないですか？これあれなんですよ。僕が分かんなかったから、アルカディアさんにちょっと聞きたいっていう。何に分類されるんだろう？メタル系？え、ずるいな。ずるいな、そんな。シンフォニックメタル。シンフォニックメタルですね。そこで言えばコテなんですけど、コテって感じじゃないですよね、マテンローって。メタルの中でもちょっと異質というか。見た目はベースのヨウさんなんですけど、はい、オサじゃないですか。どうかも。まあ、アヤメさんとかもそうですね。コテオサとも言い難いけどな、みたいな。言い難いんですよね。でも、オサレの要素があるか。キラキラではないかな、みたいな。そうですね。でも、オサレの要素があるかって言われると、ないんですよ、はい。キラキラ系、キラコテ、コテ系、コテオサ、オサレ、ソフビ、白塗り、密室、ゴシック、タンビ、病院系、メルヘン。うわ、もう作るしかねえな、これ。いや、確かに待てんのが分かんないですよ。当てはまんなすぎる。シンフォニー系。あ、いや、それがありだな。いや、これむずいな。いや、むずいな。いや、でもコテになるんですかね、一応メタルってことで言うと。コテかな、シンフォー系かな。シンフォニー系。シンフォニー系で。ちょっとあの、対等不可っていうことで。難しいな。マテンのオペラやっぱ結論出なかったか。視聴者の皆さんに、ね、ぜひあの意見を。僕、ツイッターで見てて、やっぱギターの技術がすごいな。っていうか、メンバーの技術がすごいと思ったんで、やっぱアッシュメイズとか。うわ、むずいな。でもアッシュメイズこそ真のコテオサ系なのかもしれないですね。新世代の激しさと綺麗さをすごいこう均等に持ち合わせてるバンドなんで、もうまさにこれコテオサなんじゃないかって思いますね。オサレって言葉一回関係なしに言うと、普通に曲がオシャレなんですよ。ああ、確かに激しくオシャレな曲が多いんで、真のコテオサ系、新世代のコテオサ系だと思いますね、アッシュメイズ。令和のコテオサバンドですかかなと思います。そうかもしれないですね、確かに。